どうもお疲れ様ですそうですね今回ね稼ぐために捨てる感情ということでテーマをいただいたんですけどもちょっと切り口を変えてですね稼ぐためにこれをやったら良くないよってことをねやっぱお話していこうかと思いますそれはですねあれこれやるってことなんですよね実は稼ぐために情報収集するのはすごく大事なんですけども情報収集をした後は選択と集中って言ってねどれに フォーカスするか、どれに一点突破をするかを決めて、残りのものは捨ていていくってことが大事なんですよ。で、情報を遮断するんですよね。で、一つのビジネスに特化していると、まあ、稼げない時期って当然あるわけですよ。やり始めてすぐ稼げるのっていうのはポイントサイトぐらいですからね。でも、ブログを構築していっても、YouTuber になろうと思っても、最初は稼げない時期が続くんですよね。で、だん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 稼げるようになっていきます。通常、アルバイトとか会社員っていうのは、始めた、働き始めた初回から、 お金いただけるんですよこの仕組みがやっぱり良くないんだろうなと思いますだって仕事に就いたばかりでねいきなり稼げるような能力あるわけないんですよ徐々に徐々に能力がついていって稼げるだけども通常コンビニのアルバイトにしてもどっか会社に勤めるにしても初月はまだ力がないから給料なしねってやったらやっぱりなかなか人が集まらないですよね だから最初は例えば16万とか17万ぐらいから給料を始めたりとか時給800円とか900円から始めて経験とともに増やしていくよって感じで1年2年で給料がどん,どんどんどん上がっていくっていう仕組みだと思うんですよでも本来これですら結構ね甘い仕組みだと思うんですよねで自分でビジネスを始める時ってこういうふうな甘い仕組みっていうのがなくって本当にね商品が売れたきしか自分に収入がないわけですよでですんで最初はあんまり いいいきなななり売れるわけないじゃないですかだからポイントサイト以外では売り上げが上がらないつまりブログにしても YouTube にしてもまずは集客する力がないわけですから集客してから商品のご案内をするそしてそれが売れるっていうまで結構時間かかるんですよねでその時にね売り上げが取れない時間に焦って他にもっと儲かる方法ないかなっていうふうに探し始めるとアウトなんですよ違うんですよ一つのこととをしっかりと徹底的に 儲かかるるる形に形ににに作っっててていけけばそっから別のものもも移行しても稼げよようになってくるわけですよえ例えばねブログをずっと書いていてブログがずっと儲からないでもどん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 書くことが上手になっていってブログのアクセスが高まっていってブログで商品が売れましたっていう時にブログでですね今後は YouTube をやろうと思いますっていうふうに表現したらどうなりますかそしたら初めて 作った YouTube チャンネルもブログのファンがごそっと移動してきて最初から当たる YouTube になるわけですよその他メルマが始めましたって言ってねラインアット始めましたって言ってもそっちに来てくれるでしょうなぜならもうファンがついた状態だから新しいメディアをやればねそっちについてきてくれるわけですよなのに儲からないうちにブログを書いてまだお客さんがついてないうちに YouTube 始めましたって言っても一体誰が YouTube に移行してくるんですかメルマが始めましたって言っても誰がそれを知ってるんですかとかね ラインアット始めててても誰ががそれかかるんですすっっことになってきますだから結局ね何か一つのメディアを徹底的にやることによってそこでファンを作って自分のことをいつも見てくださる方リピーターを最初に作っておくっていうのはすごく大事なんですよそれができないうちはあらゆるメディアに移ったところで同じなんですよねまたそういうふうに一つのことを一定のレベルまで成功させるようなそういった精神力がない限りは投資の世界に行っても結局すぐに壊れてしまうってことになります はい、多くの方が勘違いしているのは情報収集の後は情報遮断をしないといけないってことですまずは1つを当てることです1つが当たると他のもの2つ目3つ目4つ目と徐々に使えるようになってくるっていうことなんでねもう広く浅くやればいいってもんではないってことですよねはい10年間で私も骨身に染みたそんな経験をお話ししてみましたお疲れ様です